イワアウトドアクラシックスは、ドイツのバイエルン州ニュルンベルクにある、ニュルンベルクメッセで、毎年開催される武器の見本誌。イワとはドイツ語で、インターナショナルバッフェを捨てるの意味であり、このことから、単にイは、イワ、イワニュルンベルクとも呼ばれる。射撃競技、狩猟、アウトドア活動向け新商品や、民間警備会社及び、法執行機関などを対象にした、国際展示会である。 わアウトドアクラシックスは過去40年にわたり開催されており、1974年に300人程度の規模で初開催され、銃器見本市としては最も古い歴史を持つ。銃火器、競技用、エアライフル、エアソフトガン、ペイントボール銃、アーチェリー、クロスボウ、ナイフ及びアパレルや武器アクセサリーの分野で世界をリードする展示会の一つで、 ナイフの国際展示会としては世界最大であり、アメリカのショットショーと並び銃器の国際見本市としては最大規模を誇る。ドイツ銃器製造業者協会及びハンティングイコール協議重弾薬製造協会によって開催されており、公式スポンサーも務めている。出展、入場は商業目的関係者のみに限定されており、一般開放は行われていない。 18歳未満の入場も禁止されているが、出店者であれば16歳での入場も可能となっており、16歳以上のガンスミスである場合は、教師が同伴することで入場が可能となっている。入場に関しては貿易関係者であることを証明できる身分証が必要となる。出店者の8割が外国企業であり、2019年には全6 1 9社が出店しており、 121カ国から4万6000人を超える来場者が訪れている。来場者の6割が海外からであり、このことから、いわアウトドアクラシックスは、重機産業サプライヤーにとって重要な国際的展示会であると捉えられている。ありがとうございます。